はい、パーソナルトレーナーのゆうじです。今日は体脂肪率一桁でもいまいち腹筋が割れなかった人の話ということで、これはですね、先日僕のところにパーソナルトレーニング来た人の実話の話ではあるんですけれども、この男性はですね、背は高くないんですけれども、ちょっとぽっちゃり気味で、3年前に有酸素運動と食事制限のみで13キロ痩せたと。で、それだけだとやっぱりちょっと体かっこ悪いかなと思って、ここ2年自分で筋トレを、始めてるというところだったんですけれども、体脂肪は結構自分は満足するぐらい落ちて、旗から見てもね、かなり細い方、シャープな方という体にもなってるんですけれども、この体脂肪率がインボディで測って 6% から 8% と、本人の言葉としては体脂肪率がやたら低く測定されるんですけれども、腹筋はうっすらしか割れておりません。実際に座るとつまめる皮下脂肪があり、測定値以上に体脂肪があるように思うんですけれども、どうでしょうかということで、それで僕のところにパーソナルトレーニング受けに来たわけですね。なかなかどう判断していいかわからないと。確かにね、体脂肪率 6% か 8% って、かなりギリギリのところですね。もうこれ以上いかなくていいというところなんですけれども、それで実際にお会いしてみました。30代の男性の人なんですけれども、実際ね、お腹をね、まず触ってみました。確かにあれまり何もないな。だけどパキパキでもないような気もするな。確かに割れた感じあまりね、触った感じ、ちょっと感じないなというところあったんですけれども、ちょっとこれ見せてもらっていいですかって言って、ちょっとジムでペロッとめくって見せてもらって、見てちょっと触ってみたりしたんですけど、確かに、体脂肪は余分なものは特に何もないんですけれども、腹筋は緩やかにポコポコなってるようには薄くね見えるんですけど、体脂肪率がインボディで 6% から 8%、その高い方の 8% だったとしても、通常確かにね、シックスパックの切れ目が綺麗に線がね、細い線までこう見えるような感じで、分かれ目がきっちり見えると思うんですけれども、確かにちょっと見えなかったです。その感じとしては、その復帰の感じとしては、僕の見た目から言うと、一般的には、まだ 12% かなというようなところで、もうちょっといったらパキパキになるんじゃないっていうようなところなんですね。だけども、そのインボディの結果を見たときに、筋肉量とかあるところで、体脂肪量っていうのがありますね。率だけではなく体脂肪量というところを僕は基本的には見ていくんですけれども、率っていうのは筋肉量によってもいろいろ変わってくるので、体脂肪量というのを見ました。ちなみにね、筋トレは2年やってますけども、そこまで別にそんなにゴツゴツなってるわけではないです。まだ自分で、ほどほどにやってる感じなので、まだ、シャープな感じですね。基本的には身長も高くなるちょっと小柄な方ではありますけれども、その中で脂肪量というのが 3.5 キロだったんですよ。3.5 キロは実際ね、測定値が正しければかなり少ないです。僕自身が、すごく落として、7% とか、そのぐらいの時だった時には、4キロか5キロぐらいの体脂肪量だったんですね。7% か 8%、4キロか5キロあったような気がしますけれども、この脂肪量については、確かに少ないです。ので、この方には、これは結構体脂肪量はもう十分少ないので、正直ちょっと、これを減らしていいというところではないですね、というふうには伝えました。確かに 3.5 キロ、これ以上もう減らせないですね。だけれども、なぜか、お腹の上に薄く乗っているのは 12% ぐらいのような、もう一つっていう感じちょっとあったんですね。一般的には 12% はもうね、希望するラインかもしれないですけれども、その人のその体脂肪率から言うと、なぜこうなんでしょうというところだったんですね。確かに、本人的にはね、結構ちょっとぽっちゃりしてるところから絞ったんで、お腹の皮みたいなのが余ってるんでしょうかということだったんですけど、確かにね、そういうのもね、一気に落とした場合、そういうのが残ることもないことはないんですけれども、ただそこはね、今もうどうしようもないところであって、そんなに百何十キロからね、50キロ落としましたっていうようなことではないので、そこまでね、余るってこともそんなにないような気もするんですけど、あとね、よくありがちなのが姿勢ね。姿勢が常にこの肋骨が落ちたような感じで立ってる人、座ってる時だけでもなく、そういう姿勢の人の場合には、実際の体脂肪率、体脂肪量以上にお腹に溜まりやすいというところがあるんですけれども、ただこの男性は姿勢は全然悪くないです。多分僕と一緒で、僕も背が高くないですけど、背が高くないと姿勢結構まっすぐするんですよ。姿勢悪くあんまならないですよ。高く見せようと思ってね。だからこの男性が姿勢悪いってことは全然なかったんですよ。肋骨が落ちてるようなそういう姿勢っていうのはなかったんですね。じゃあ何なんだということになりますよね。これは実際ペロッとめくって腹筋を見た瞬間、少し触った瞬間に思いましたけれども、これは結論としては、
腹筋がまだ小さいんですね。これは、まあ、中学生、高校生は結構ありがちなんですけども、まあ、僕もね、子供を連れて市民プールみたいなところに行った時に、まあ、中学生とか高校生が、まあ、ちょっと部活やってますよっていうから、まあ、大概ま、普通にシャープで何の体脂肪もなく、まあ、お腹割れてますよね。お腹割れてるんだけど、中高生。割れてるんだけど、筋トレを特にやってるわけじゃないので、腹筋の玉が小さいんですよ。まあ、僕なんかは、今僕そんなにギスギスに絞ってるわけじゃないんで、ものすごい割れてるわけでもないですけど、腹直筋が左右にしっかり張り出して、その四角が一つ一つがある程度大きくて、という感じになってるんですが、その一つ一つがちょっとちっちゃい感じなんですね。まあ、三分の二とか半分とかみたいなような、そんなような、こう見た目になっていたわけです。だから本当にビシッと敷き詰められた6つとかじゃなくて、小さい玉があるような、で、その左右の腹直筋の左右の幅がちょっと細かったんですね。なので、これはまず単純に腹筋の運動をしっかりやって腹直筋を大きくしなければいけないということを話しました。まあその腹筋を大きくする、腹筋の玉を大きくするというのはどういうふうにするかということですけど、ポイントはいくつかあります。一つは正しく使うということ。力が抜けたような腹筋の運動をしないということですね。まあこれいつも言ってますよね。反動をつけたり首だけでやったり、腹直筋が伸びて縮んで、そして力が抜ける瞬間を作らないということがまあ大事だと。まあそういう丁寧な使い方というのをまあ指導してちょっとやってもらいました。それ自体もまあちょっとね、腹筋に対してはぐっときつかったようですけれども、そういう使い方をしている上で、引き伸ばしていく腹筋をしっかりやってくださいということで、まあ、ダブルハイパークランチ、上から下から両方から縮んで、両方から引き伸ばしていく、足をかなり下ろすことでかなり腹直筋を伸ばしていくというものとか、あるいはね、フルストレッチクランチということで、まあ、手をさらに上に伸ばしていけば、腹直筋上の方からかなり引き伸ばされて重い負荷がかかります。伸ばされたところでかなり大きな負荷がかかっていくというような、まあ、そういったようなね、引き伸ばしながら強い負荷がかかるような腹筋をやってくださいということを言いました。であともう一つは単純に負荷ですね。負荷を重くする。まあ、これはクランチでダンベルとかプレートを頭の後ろに持ってクランチをやっていくということで、もう単純にベンチプレスでね、このバーベルを重くするっていうところですね。まあ、それと同じようなことで重い負荷が必要ですよね。腹筋の筋繊維を一つ一つ大きくしていくためには筋繊維を太くするという作用が必要なので、まあ、重くする必要があるということで、まあ、ウエイトを持ったクランチもやってもらいました。まあ、この2種目がうまくできなければ、マシンやっても同じなんですね。マシンならピンがあってもっと重くできるじゃないかと思いますけど、そもそも最初の正しく使えてなければ、ただただこれを動かすだけで、股関節からね、マシンを動かしてしまう場合は結構ありますし、足の踏ん張りが大きくなる場合もあるので、お腹の収縮をうまくやって、負荷がきちんとかかって引き伸ばしながら、そして重い負荷というふうにしないと意味がないので、まずこの2種目をしっかり習得してくださいと。その上でいいマシンがあれば、まあちょっと重いのやっていいですよというふうには言いました。なのでやっぱりまずはその自分がしっかりきちんと使う、身につけるということが大切ですね。それプラス、あとはまあセット数になっていきます。単純に3セットで終わりだとやっぱり足りないです。筋肉をやっぱりちょっと大きくしていくためにはもうちょっとセット数ね。まあ多分腹筋だけでもね。まあ今本人がかなりやる気になって頑張ろうとしてるところなんで、まあ8セットから10セットぐらいはまあやった方がいいかなと思います。まあそれを週3回ぐらいですね。1日おきぐらいやる必要あるかなと思います。まあそれプラスね、こういう場合には腹直筋だけに目を向けてもしょうがなくて、腹斜筋ですね。周りの腹斜筋の方もしっかり鍛えていく必要があります。腹筋の見た目というものは腹直筋だけじゃなくて、周りの腹斜筋がさらに引き立てるような脇役というかね。まあそういったような効果ありますので、腹斜筋はしっかり見えた方がいいんですね。まあ体脂肪が低ければね、腹斜筋も見えやすいので、まあその腹斜筋をしっかりつける。まあこれは、まあ腹斜筋のトレーニングとして、単純にさっきのフルストレッチクランチとか、重い負荷のあるものをやっていけば、そういうエクササイズも腹直筋だけでなく、腹斜筋も同時にギュッと使ってるんで、まあその腹斜筋も勝手にできてくるんですけど、まあ腹斜筋をもっとしっかりと強くつけたい場合には、まあ、ひねる、ね、ロータリートーストとか、ああいうひねるやつよりも、僕的には、オルタネートプランクとか、うつ伏せになってるオルタネートプランクとか、あるいはレネゲードローといってダンベルを置いて、一つ一つダンベルを引っ張ってくるような体マスクしてね。まあこういった固めながらも強く負荷がかかってくる。腹斜筋にね、強く負荷がかかってくる。まあそういった種目をやって腹斜筋を鍛えていく。そうすると、まあ腹直筋もしっかり玉が大きくなって腹斜筋でさらに演出していくということが可能になっています。まあ、あとはね、結構ね、やはり本人有酸素運動でかなり落としてきたので、有酸素運動を減らすということとか、まあ食事をちょっと増やして、筋肉つけた方がいいと分かってるんだけど、食事をちょっと増やしていくという、なかなか怖いところがあったようなんですけれども、まあ、有酸素運動が毎回毎回、毎日40分、50分あるというのは、ちょっとね、筋肉がやっぱり分解しやすい方向に行ってしまうので、全然もっと短く、本当に早いペースで走って10分ぐらいでいいですよと走ったとしても。
それよりは、他の筋肉ね、足とか背中とか胸とかその大きな筋肉がやっぱり今のまだしっかりね、トレーニングしていることによって代謝を上げていく。まあそういうことをやった方がいいですよと伝えました。まあ実際その方がね、筋肉、他の筋肉を分解する作用もなく代謝が上がって、実際ね、お腹あたり結構ね、時間かかると思いますけど、お腹あたりもね、スッキリしてくると思います。だからまあ全般的には腹筋をまあ中心として、その他の胸とか肩とか足というところも、筋トレの質を上げる必要がまああったということですね。なのでまあ、腹筋というのはまあ体脂肪とすれば見えると言いますが、体脂肪だけでなく、やっぱり腹筋自体のその筋肉を作っていくということもまあ重要です。で、あとですね、ちょっと次の話になりますが、コメント欄に、筋肉はいらない。体脂肪だけ落としたい。なんかそういう方法ないのか。っていうふうに、まあ、コメントがあったんですけど、まあ、おそらくね、筋トレがきつくて嫌いなんだと思いますけど、確かに、できれば筋トレはしたくないという人、まあ、結構多いかと思います。ダイヤの人がね、筋肉もりもりになりたいわけじゃなくて、ついてしまって余分なものを落としてシャープになりたいという、ね、そういう目的だけの人も結構多いですから、まあ、それは気持ちわかるんですけど、まあ、じゃあなぜ、ダイエットの時に、まあ、僕らみたいな人間が筋トレを進めるのかですね。なんでやらせんのかと。これはね、筋トレをすると、まず筋トレをすること自体大量のエネルギーを使います。思ってる以上のエネルギーを使ってます。これ10キロ上げるんじゃなくて20キロ上げれば2倍のカロリーを使いますし、大量のエネルギーを使います。もうそれだけで1日の摂取と消費のカロリーの差し引きというものがかなり変わってきますよね。で、さらに回復するための大量のエネルギーを使うので、自分が何もしてない時にも、ね、休憩してる時も筋トレ5であればザーってエネルギーを使ってるわけですよ。これが、有酸素運動とはちょっと違ってくるということですね。あとはまあホルモン分泌がプラスに働くということですね。体を作るためのホルモンがぐっと活発になってくるんで、まあ特にそのホルモンが活発な時には体脂肪を燃やしやすいですし、定期的にやっぱり筋トレやってる人というのは常にホルモン分泌がいいので、やっぱり体脂肪を燃やしやすい体質になりやすいんですね。まあそもそもね、年齢を重ねて分泌が悪くなったから体脂肪を溜め込みやすくなってるんで、そこを改善していく手段としてはまあ筋トレやった方がいいと。いうことがありますよね。あとはね、まあ、筋トレやって、まあ、正直言うと、そう簡単に筋肉増えないです。なかなか、ね、目に見て分かるほどって、まあ、なかなか相当、俺相当やってるぞっていう感じじゃないとならないんですけど、まあ、まあ、そうじゃなくても、分からないぐらい筋肉はね、ちょっと増えるだけで、代謝ってかなり違うんですよ。実際、まあ、体重で、1キロの筋肉が増えたら、まあ見た目に誰が見ても増えたねってすぐ言われるパターンなんですけど、まあ本当そこまでいかなくても、目でわからないぐらいの筋肉がちょっと増えたかなっていうだけでも、その筋肉を持って運動してるとき、持ってないときでもやっぱり代謝、エネルギーの使い方が結構違うので、本当に痩せやすい体質になってくるということですね。あとはまあ仮にね、有酸素と食事だけで体脂肪落ちたとしても、かなりね、筋トレなかったらかなりね、しょんぼりしたね、しょぼーんとした体になってしまうので、まあ筋トレやった方が、シャープでありながらも見栄えがいい体にはなる。なのでやった方がいいと。だからまあ最初に腹筋で悩んだ男性も1年経ったところから筋トレを始めたわけですね。まあそういったことで、もちろん有酸素も大事です。食事も大事です。だけれども筋トレを欠かさないで、筋トレをやっぱりうまく利用して、より見栄えのいい体を作ってほしいと思います。パーソナルトレーナーゆうじでした。